打っても崩れない。渦巻いてる。
ね、自分を捨ててしまう。うちは歩いてください。どうぞ打ってください。けど、相手の気分を、その仕掛ける機会というのは、さっきの天井窓と同じですよ。打つ機会ですね。こっちが間を取って有利になったわけですから。相手がこっちの場合、まんまと入ってきた。その気分を、また、呼吸の次に、動作の次に、それは節目節目が、打つ機会が、それは節目節目に、きちんと、これがあなたにも勝っているんですよ。節目には、節目っていうのは、たくさんあります。相手の呼吸の節目もあります。吸って、吐いて、吸って、吐いて、吐いて吸う瞬間、吸って吐く瞬間、これは節目。ね、だから相手は相手よりも、こっち有利な状況で置くんだったら、私たちだったら、呼吸で長く息を、そのまま止めるどうなる、吐くようになる。そうすると、相手の色が見えてきて、その色に合わせる。それが節目になる。今一つだけの例言いましたけれども、動作もそうです。向こうが攻めようとする。攻めようとするところ。ね、攻めようとするところ。そこへ思い切ってバーンって飛んでる。ね、相手が打とうとするところを、打ち来てしまう。中途半端しない。打つ前に捨てる自分を全部なくしてしまう。どうぞ打ってください、打つなら打ってください。全部バーン、ね、そうすると、何回されてもないですよ。ああ、いいよ、心がしてる。それはそのうち、こっちが心がします。そういうところ。二つの動作にならないこと、最小限に。前へ行って多少近くていいです。でも、多少近くてもいいっていうんで、ここはもう相手の前ですからね。相手をここでこう、じっとしたら、これ何もない。ここは止まってない。この周りをもう捨ててしまう。自分を捨ててしまわなきゃならないから。ね、打った後も、さっき、半身のくらい、余裕が残るようです。格好つけになる。格好つけたのは、すぐ視線が見合うときます。格好はつけない。格好はつけない。自然に打ち切ってしまう。それが自然に自分の、いいものになる。はい、せーの。はい。で、やってください。こっちは来るよ。相手が攻めるのに攻めるに合わせて相手で振り上げると一瞬早くこっちが攻める相手に振れる相手の、ね、向こうも攻めるのに攻めるのに合わせてここに止めないんです。一時である。それで一時ごと。相手が攻める。相手が攻めようとしたとこ少し大きく振り下ろしていく。そうすると体が入ってくる。はい。はい。トップ、手を使えて。で、構えたら自分が攻めていくときは割に気分がついていく。相手がこっちの周りに入った瞬間に有利になるよ。その分早く準備しなきゃ。その分早く準備するというのは、構えた瞬間に左足を向こうに起こしてるんですよ。構えた瞬間に相手の場合を、周りを崩してしまう。
そうすると向こうがちょっともう盗んでいると飛ぶとってもちょっと動いただけで動いただけでこっちの側に、だから構えるより先に左足の位置を取ってもらって、それにそこが要領だ。何とかして自分でそれを探してたら向こうが来るのを待ったりや、向こうが来るのを待ったりや、もうそういうの構えた瞬間に先に左の足をつぼに入れてしまう、ね、先に構えてみるので、そうすると、ね、一緒に行ったら、同じように向こうから入ってくるのを待って、入ってきたらどうぞと思って、一緒に寄せるんです。せっかくの日っていうのはその前に、向こうの間を入ってくる、その間を盗むのは、間にその前、機械に合わせるのは、せっかくです。それには、もう少し早くそのように、失礼します。それでね、今も見てると、さっき捨てて打てっていうね、物言わせられて、こうやってね、駅舎のね、こう、自分までこう、逃げて、こういう人になるから、ダメ。ね、今離せよ、まっすぐって言ってだから、誰でもいいから、まっすぐを叩く。相手が横に行くんですね、こうやって言うと。自分も相手がまっすぐ来たのをね、こうやって叩く。ダメ。まず相手に誰のつもりで、まっすぐ。ね。